正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。警戒を維持。戦場は職場と同じです。行動開始。アルティメットブレイド完全解放。急ぎましょう。策的に集中してください。行動開始。警戒を緩めないでください、隊員。体調は大丈夫ですか？運がいいのか、それとも潜在能力の現れなのか、今はまだ分かりません。でもゾンビになっていないのは不幸中の幸いです。どうかしましたか？伝説の英雄今も昔も人々はそんな言い方を好むのですね。結局人々は物語にドラマ性を期待するものです。でも真相はいつも彼らを失望させます。あなたも特選部隊の一員なのですから、それは身に染みているはずです。では、先ほど言っていた伝説とは何のことですか？いいえ、噂と言った方が正しいですね。自分を伝説の人物と称するのは変ですから。
そうとも言えます。他には何が？どうしました？何でもありません。ただの簡単な記録です。しかし最初に会った時のあなたの反応を見ると、私に対するあなたの認識は真実とは差分があるようです。あなたの想像ではブローニャはどんな人物だったんですか？緊張しないでください。ただ聞いただけです。先に誤解を解いておけばその後はうまくやっていけますから。これは経験談です。英雄のステレオタイプそのものですね。他には？これで大体のことは分かりました。あなたの判断力はすごいですね。そういった特徴を持つ人たちは被災者の中にも多くいますが、たとえ当時の経験者だとしても、様々な理由で物事を一つの方面からしか判断しようとしない人も多くいます。それに比べればあなたの認識は非常に客観的と言えるでしょう。体調は大丈夫ですか？あまり無理はしないように。本来ならあなたはもう退くべきですから。運がいいのか、それとも潜在能力の表れなのか、今はまだ分かりません。でもゾンビになっていないのは、どうかしましたか？その話し方でなければもう少し信憑性が増すのですが、伝説の英雄今も昔も結局人々は物語にドラマ性を期待するものです。でもあなたも特選部隊の一員なのですから、それは身に染みているはずです。では先ほど言っていた伝説とは何？いえ、噂と言った方が正しいですね。自分を伝説の人物と称するのは変ですから。それは事実です。世界が大きく変わったのですから。しかし本質的にはそれほど大きな違いはありません。他には何が？どうしました？しかし最初に会った時のあなたの反応を見ると、私に対するあなたの想像では、緊張しないでください。ただ聞いただけです。先に誤解を解いておけばその後はうまくやっていけますから。これは経験談です。英雄のステレオタイプそのものですね。他には？それは一般人は知り得ない話だと思います。これで大体のことは分かりました。あなたの判断力はすごいですね。たとえ当時の経験者だとしても、それに比べれば。体調は大丈夫ですか？
それは答えになっていません。運がいいのか、それとも潜在でもゾンビになってどうかしましたか。伝説の英雄結局人々はあなたも特選部隊の一員なのですから。では先ほど、いえ、噂と言った方が正しいですね。自分を伝説の人物と称するのは変ですから。ああ、それは明らかなデマです。何度もじゃなくて、たった何でもありません。他には何が？どうしました？しかし、あなたの想像では。緊張しないでください。ただ聞いただけです。先に誤解を解いておけば、その後はうまくやっていけますから。これは経験談です。英雄のステレオタイプそのものですね。他には？おかしな言い方です。でもこれで大体のことは分かりました。あなたの判断力、たとえ当時の経験、それに比べれば。正常です。テレサ主教の話によると、怪物に大アルカナの名前をつけたのはあなたのアイデアだったんですね。第三小隊の任務報告を読みました。よくできてます。そういう新しいスタイルの説明を見ると、いいインスピレーションが湧きます。あなたが報告に書いたように、見た目は変わってますが、それらの構築物の構造は非常に精密です。異なる組み合わせで何種類もの形態を実現できるでしょう。かなりデザインの参考になりますので、考察したいと思っています。もちろんゲームのモンスターのデザインです。インスピレーションは生活から生まれますから。一人で戦って記録しても、重要なところを細部まで記すのは無理でしょう。あなたはこのチームで最も敵について詳しい人ですから、私に協力してくれませんか。出口で待ってますから。そろそろこの戦場に到着。わかった。このエリアにいる敵は比較的種類が多いですから、ここから始めましょう。こういう空中に浮いてる怪物は偵察を担当するタイプでしょうか。シンプルで余計な構造がなく、浮遊生物のイメージにぴったりです。この2種類の怪物はどちらも弱いのですが、体の下部から伸びているチューブは、こういったデザインは何のためのものかは分かりませんが、初級怪物によく見られます。普通の飾りではないはずです。目立たない敵に自爆能力とは、いいアイデアですね。プレイヤーたちも遠隔攻撃の練習ができますし。
敵はどこか見覚えがありますね。なるほど、あのチューブは連結装置でしたか。規制を通して弱い怪物を強化し、それらの行動パターンを変えるとは。面白い、気候の合体と通じるところがありますね。これらの怪物、連携能力を持ち始めたんですね。恋人の影響を受けたからでしょうか。だから太陽、月、それから星なのでしょうか。同じ系列ですね。わかった、地味勝ちです。チャンス、全力で戦う。能力があるものの、全体的にやっぱり遅いですね。終わりましたか。引き続き進みましょう。この道、現れたんですね、ステルス可能な構築物。その原理は、光学特性を利用して周りの環境を元にして体の色を変えるのでしょうか。急に暗いところから現れるなんて、確かにストレスと危機感を感じさせてくれます。数も少なくなく、ほとんどの場合は集団で行動する。個体での作戦能力は限られてるようです。敵と戦ってみてください。油断は禁物です。奴らの行動パターンは相手を惑わせますから。わかった。資料は全て頭に入っている。能力は特徴的ですが、攻撃パターンは原始的ですね。減点です。ステルスモードを一度解除すると、再びステルスモードに入ることは難しいみたいです。片付けましたか。ええ、鋭い判断です。
よく見てください。地面に痕跡があります。この道は前に…気づきましたか？まだあそこに一体隠れています。了解、わかった。その個体だけ探知が難しいのでしょう。まさか特殊な精鋭？持って帰って研究するしかありませんね。気づきましたか？ステルス能力にも欠点があります。強い光の下だと周りの環境に完全には擬態できず、正体がバレてしまいます。待ってください。確かにデザイン的に完璧すぎる能力はつまらない。実用面で欠陥を残した方がプレイヤーは対策しやすいかもしれませんすみません、本題に戻ります。考えたことはありますか？自己進化する能力を持ってるのに、どうしてこの怪物たちに弱点が存在するのでしょう。それは原因の一部でしかないと思います。私から見ると進化がまだ不完全だというのもあると思いますが、もっと大きな原因はそもそも敵が完璧な進化を実現できないからではないでしょうか。能力には代価がつきもの、そういう例はたくさんあります。巨人の体が大きいほど、そのアキレウスのかかとはより分かりやすくなります。資格のない敵はいませんし、解決できない難題もありません。観察、理解、思考、それは力と同じくらい重要な武器です。さっきの戦いを通してすでに理解したとは思いますが、戻ったらティミドにあるファイルを送ってもらいます。ベルトさんが直々に書いた「どう戦うか」です。かつての私が迷ってた頃、それが力になってくれました。あなたは才能のある人ですから、きっとその中から答えを見つけ出せると思います。
やあ、親友。こんにちは、先輩。私のです。ありがとうございます、先輩。ごめんなさい、私の不注意です。毎日新しいのに変えています。ずっとマスクをしているのは自分を隠したいからです。はい、実は私、人とうまく付き合う方法がよくわからなくて、いつもみんなに迷惑をかけている気がするんです。小さい頃から一人だったから。いえいえ、先輩は誤解してます。私の両親は土木技術者で、大崩壊が終わった後ずっと世界各地の被災地の再建のために忙しくしているんです。二人とも仕事が忙しくて、私と一緒にいる時間があまりなかったから。私もライルさんのように率直に自分の意見を述べようと試してみました。でもダメでした。みんな忙しくて、その仕事を遅らせてしまってはいけませんから。それにマスクがなかったら、私は相手の目を見ることすらできません。わかりません。怖いのは直接顔を合わせている時だけです。オンラインでの交流なら何の問題もないんです。だからあまり親しくないメンバーと接するときはメールを使うようにしています。そうすれば直接顔を合わせる必要がないし、ネットにはたくさんのスタンプや絵文字がありますから。現実にもたくさんスタンプがあって使えたらいいのに。それも試したことがあります。時々鏡の前で表情の練習をするんですけど、自分で見ているだけで恥ずかしくなるんです。だからやっぱりずっとマスクをつけていることにします。聞いてるぜ。
私の不注意です。いえ、そうとも言えるかもしれません。ずっとマスクをしているのは自分を隠したいからです。はい、実は私、人とうまく付き合う方法がよくわからなくて、いつもみんなに迷惑をかけている気がするんです。小さい頃から一人だったから。いえいえ、先輩は、私の両親は土木技二人とも仕事が忙しくて、私と一緒にいる時間が、私もライルさんのように率直にもダメです。それにマスクがなかった。はい、でも大部分はオンラインでの交流です。だからあまり親しくないメンバーと接するときは、そうすれば現実にもたくさんスタンプがあって使えたらいいのに。先輩もそう思う時があるんですか？時々鏡の前で表情の練習をするんだから、やっぱり